はい、次こっちのバッグ類の説明になります。こちらジャドーウォータープルーフバッグなんですけども、まあ、名前の通り防水のバッグになるんですけど、結構大きなサイズで作っています。なので、まあ、こういうサモを入れたりとかっていうことになってるんですけども、結構他のメーカーさんでも出されてるんですけど、それと違うっていうのがここにですね、見えますかね、こういうメッシュのポケットがついてるんですね。なのでこれバレーヒルから出てるデオドロンパという商品になるんですけど、これわさびの匂いがするんですよ。すごいなんかスッとした匂いするんですけど、これを入れることでこう消臭ができるんですね。だからネット入れたままにするとどうしても魚の匂いって残っちゃうんですよ。なのでこれを入れて、でこう使ったネットを入れていただくと、もう車の中が魚の匂いにならなくて済むという風になっています。でもう一つの使い方として、まあ、今これネット入ってるんですけども、これライフジャケット、こうディープウェーディングするとどうしてもちょっと下の方使っちゃったりとか水吸っちゃったりするんですけど、そのライフジャケットをハンガーにかけるんですね。でハンガーにかけた上でこれ両方からこう締められるようになってるんです。なのでここからハンガーの先を出していただいて、でこれを吊るしておくと。そうしておくことで、まあ移動中とか、その置いておいた時に、ここで水切りができるということになるので、家に持って帰った時に、こう、水ポタポタ垂らして怒られないで済むということになっています。こちらも、6月ぐらい発売予定でやってます。